東入り君は明日また学園当局から事情聴取されることになった。被害者の言い分は無視できないということらしいな。でも事情聴取といっても鼓に答えられることは限られているし、変な先入観で見られたら。そうだな、いい形勢とは言えない。私にできることも限られているし。ああ、君か。まだこの時間なら尻餅はつかんぜ。しかしこの絵どう見たって不思議な噂が立つようには見えんな。でもないがね、東入り君のことを考えていたら気が重くなってね。気分転換に校舎内をぶらついていたんだ。ことがことだけに仕方ないのかもしれないが、林道さんが同行しているのは確かだ。これだから女はって思うだろう。いくら恋人からもらった指輪とはいえ、我を失って自分の学園の生徒を犯人扱いするなんて、教師として失格だよな。だがね、女はというより人間はだな、感情の動物であることも確かなんだ。なあ、この前君たちが事件について聞きに来た時、私が女としてわからんでもないなと言ったら笑ったろう。まあ私には似合わないセリフだよな。しかし結構本心から言ったんだよ。私もね、昔男絡みで泣き叫んだことがあるんだ。この間聞かせたよな、私が星稜の生徒だった頃の話。そこじゃない、もっと後だよ。ボーイフレンドが山で死んだという話をしただろう。あれは実話なんだ。ボーイフレンドというよりはもっと大切な、私が初めて本気で好きになった男だった。君と同じ2年生の冬休みだった。登山中に行方不明になってね、3日目に遺体で発見された。彼の遺体が自宅に戻ると聞いて飛んでった。ご両親も私たちが付き合っているのは知っていたから見せてくれてね。
泣いちゃいけないと我慢した。お葬式でも泣かなかった。最後に出棺を見送り、家に帰って自分の部屋に入った。一人になったらダメだったね。涙が止まらなかった。一日中泣き明かしたよ。悪かった、締めっぽい話を聞かせたね。そろそろねぐらに戻るか。君もどうだい？コーヒーくらい出すよ。ここには私のカップしか置いてないんだ。困ったな。そうだね、何かないかな。なぜだかわからないが、昔話をする気になってしまったよ。私は本当はすごい怖がりなんだ。もう気づいているとは思うが、その理由を教えてやろうか。さっきの話には続きがあるんだ。お葬式が終わって1週間目の夜だった。彼が来たんだよ。夜中に寝苦しいので目を覚ましたら、ベッドの足元の方に彼が立って、私を寂しそうに見つめていた。いまだにそれが夢だったのか何だったのかはわからないが、その時の私自身の反応がショックだった。一日中泣き明かした相手だよ。幽霊であろうが、愛おしさとか懐かしさを感じても良さそうなもんじゃないか。私が感じたのは純粋な恐怖だった。愛おしさなんてひとかけらも感じなかった。ただただ怖いだけだった。それからだよ、暗闇が怖くなったのは。同時にひどい自己嫌悪に陥った。泣きくれていたのは一体何だったんだって。もしかしたら秘伝のヒロインを演じることで自分自身を納得させるために泣いていたのかもしれないと思った。愛とか恋とかいうものが分からなくなった。それと同時に怖くもなった。もう二度とこんな気持ちにはなりたくないってね。私も分かってはいるんだ。だがなかなか心に区切りがつけられなくてね。いや、ありがとう。なんか気分が軽くなったよ。正直に言うよ、東ゆり君の件についても実は腰が引けていたんだ。この件に深入りして、もしも東ゆり君を助けられなかったら、
私はまた同じ自己嫌悪に陥ることになってしまうってね。分かったよ。今日は私が叱られたな。明日の事情聴取には私も同席するが、全力で東寄り君を弁護しよう。あ、なんとかやってみる。神岡君、君見かけによらずいい男だな。悪い悪い。ほっとしたよ。いや、君が気合を入れてくれなきゃ私も粘れなかったし、またそうしてなかったら新たな自己嫌悪に陥っていただろう。これからもちょくちょく顔を出せよ。コーヒーだけかい？この間も言ったろ、こんな場合は洒落たセリフで切り返すもんだって。